はい、どうも皆さんこんにちは、ドランチです。はい、今回やっていくゲームは、新実況です。ファイブナイツアットシスターロケーション、違う、ファイブナイツアットフレディーズシスターロケーションというわけで、これはね、ファイブナイツアットフレディーズの最新作となっております。これはね、ちょっと見たんだよ、一応いろんな動画を。これはね、ちょっとあれだわ、ちょっと英語が分かんない人はやんない方がいい。はい、だから俺やんない方がいいかなと思ったけど、いやー、やりたいじゃん、ファイブナイツアットなんだから。これ英語はね分かんないから、ちょっとそういうファイブナイツアットフレディーズのウィキを見ながらやっていきたいと思います。だからちょっと下調べは全部分かってる。だから今回はちょっとデモプレイで1日だけやります。じゃあやっていきましょう。フレディーズじゃねえよ。はい、じゃあやっていきましょう。シスターロケーション。はい、店は全く別ですね、これは。これは全くファイブナイツアットフレディーズと関係ない感じかな、多分、ね。僕まだそこまでストーリー知ってるわけじゃないから、多少ね、多少だけ。確かね、これ確か名前を決めろってなんだけど、絶対これエラーになるから無理なんだよね。はい、エラー。絶対名前を設定できない。このね、シスターロケーションは、まずね、1日目はまずデモプレイみたいな感じでできるんだよ。で、2日目あたりからもう本格的な仕事になる。だから今回は警備ではありませんね。実際にその場に行って、その場で体験する感じですね。はい、じゃあまあ、あれですね、多分。あれですよ、多分警備はね、もう動かないから、いい加減動けと。ちんたらカメラ見てないで動けと。実際体で学べということでしょう。はい。ナイツワン。今回は多分面白くないな。ナイトワンだから。一応デモでやっていく感じだから。じゃあ、この中はエレベーターだね、多分。エレベーターの中。暗い。出ますか？行きますよ。レッツゴー。で、僕はね、ダクトを使って移動しなきゃいけないっていうね。なぜダクトなのかがよくわからんが。こんにちは。そう。ここがね、なんだっけ、なんか制御室だったかな、なんかの部屋です、ここ。わかんねえ。とりあえず説明がある、ここ説明が。一応これが日本語だったらすごい助かるんだけど、英語なんで、ちょっとここは俺が説明しよう。ここ、ドラニス様が説明してあげましょう。行くぜ。多分ね、今ここは、このボタンあるじゃん、これ。これはね、ライト。これライトで。で、これがなんだっけ、電気ショックではないな。なんか電気みたいな。うん、多分電気。俺あんまわかんないけど、あ、そう、こうやって電気をつけて、これなんかが、あ、なんかこいつやる気ねえな、つってんだよ、多分これ。確か英語が。確かね、俺の記憶があってれば。まず、第1話はゲームオーバー絶対ならないらしいっす。これを、これで、ちょっと電気ショックを与えて、元気づけるってだけだったかな。そう。あ、ほら、元気づいて回ってますよ、あの、バレリーナが。くるくるー、このさ、お面怖くね、なんか。まばたきしてんだけど。おっかねー。で、こっちが確かね、フォクシーがいるはず、ここの部屋は。こっち側。フォクシーも確かやる気がなくて、なんかやる気がないんだよ、フォクシー。ほら、いねえじゃん。もうやっとけ、やる気がねえんだからな、もう。客のためにな、金のためにちょっと働いてもらわないと困りますよ。よし、これで電気ショックが与える。これで確か、いいはず。どうだ？はい。あれ、こっちフォクシーだっけ？合ってるかな？多分合ってるはず。もう一回電気、もう一回。うわぁ。与えるね、電気。あ、ほら、やっぱりフォクシーだ。見てください。やる気出して、もう私のためにお金を稼いでくれてますよ。いや、助かりますね。しかも、聞いてて、行くよ。ここ鼻うご、音鳴るんだよ。なんだろうね、この音。よくわかんねえ。次なんだ、あ、ここダクト移動か。まあ、ダクト移動は特に襲われるイベントもないです。なんか俺、攻略プレイみたいになってんな。楽しむってのじゃねえもん、なんか。ここが何だったかな、制御モジュールだったよね、確か。サーカス制御室のはず、ここは。そう。ここはね、確か、サーカス制御室で、なんかそういう、まだ機械人形がいるはずなんで、こいつも元気づけろって。確かそうだ、そんなはず。電気ショックだったから。そう。で、バリバリやって、機械人形に元気を与えようっていう、
なんかよくわからないシステムがここについてんだよね。まったく。ほら、働けよ。なんだ、もっと欲しいか。Let's try. もっと欲しいかこの野郎。俺らボタン押すだけなんだぜ。いくらでも電気くらい上げられるんで。もっと与えていいぜ。所詮機械だからな。どんどん電気与えよう。でこれで多分クリアのはず。Tomorrow. で、ここの下が開くはず。あれ違うか。あ、そうだ、進むんだ。S で。忘れてた。あ、じゃ、うわ、うるさい。やめて、びっくりした、今。結構びっくりした、今、俺。またダクトで移動するとか、ちょっとね、神経がわかりませんね。なんでダクトで移動すんの、俺。はい。クリアです。警備というより、まあ、実際に体で体験しよう、みたいな、小学校でよくありがちなコーナーですね。Shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such